曹洞宗中国管区教化センターがお送りしておりますラジオ放送今日の心私の心。ここでは過去の放送の中からもう一度お届けしたい作品を紹介していきます。今日は2010年5月放送、鳥取県安国寺ご住職森下慈光老師によるご法話、こう思うです。今朝はこう思うというお話です。慎吾君は生後間もなく突然白血病となりました。その日から慎吾君を見守る両親と2歳上のお姉さんとの家族ぐるみの闘病生活が始まりました。小学校に入学してからは治療の効果もあって穏やかな日々が続きましたが、小学5年生の秋、願いも虚しく家族の元から旅立ってしまいました。慎吾君のお母さんはあまりの辛さにその頃の記憶をなくしてしまうほどでした。慎吾君が亡くなったことが現実とは思えず、お母さんはただひたすら姿を探していました。音がすれば振り向き、外を眺めてはもうすぐ帰ってくる、そんな気がしていました。悲しむお母さんの姿を見ていたお父さんが、ある日、姿は見えないけれど、慎吾は家族の中でずっと一緒に生きている。誰もが忘れても自分たちは忘れない、と言いました。中学生のお姉さんも、私の心の中にもずっと慎吾は一緒にいるよ、と言いました。二人の言葉にお母さんは、そんなことを言っても姿も見えないのに、と思いましたが、時が経つにつれて、自分の心の中に自然に語りかけてくる慎吾君がいることが分かりました。ようやく悲しみを乗り越えたお母さんの言葉です。姿形は見えないけれど、慎吾は家族の心の中で一緒に生きています。語り合う家族の会話の中にはいつも慎吾が一緒にいます。今、前向きに生きていけるのは、あの時の夫と娘の言葉のおかげだと、二人には感謝しています。朗読は、鳥取県長寿寺副住職、古川和源さんでした。